石城は、美濃国麦郡に存在した、日本の城。別名を、安桜山城といった、安桜山に築かれた山城。山頂付近には、かつての本丸跡と思われる平地が残り、山の南側は、急峻な岸壁、北側の斜面には、複数の車が作られている。石宿屋から流れてきた溶水が城の北で東西に、分かれ、東は、吉田川、西は、 関川となって城を巡り、南で津保川に注いでいるが、これらは築城後に掘られたもので、津保川と合わせて草加への機能を持っていたとみられる。北の山六には、城前という小技が残る。京六元年に長井長博が築いたと伝えられる。その後城主は、斉藤大達沖の重臣、長井道利になり、中納から東納蟹群あたりまでを、勢力下に置いていたと考えられる。 織田信長のみの信仰の中で、急遽防御施設が作られたとみられる。永六8年には、長井道利が上司を務めており、道利と近隣の家事伝上司、佐藤忠康、堂々上司、岸信金は、同盟を結んでいたが、忠康が信長に内通。同年8月28日に、信長と忠康は、堂々城を攻め落とした。その翌日、道とは、 梶田城を攻撃したが、信長が派遣した斉藤理事に攻められ、席城に退却。9月1日に理事に包囲されると、道都市は開城して立ち退き、席は信長の手に落ちた。その後、席に城主は置かれず、信長は大官を派遣し直轄統治したとみられる。本丸跡は安桜山御嶽神社の境内となっており、麓には、 安桜山公園や早急寺がある。山には遊歩道が設けられ、市街地の南北を結ぶ、和が草トンネルと安桜山トンネルの2本が貫通している。ありがとうございます。